どうも皆さんこんにちは、ニクと申します。今日はマインクラフトをやっていきます。マイクラは PC 版では初めてです。で、さっきクリエイティブちょっと触ってそれぐらいですね。じゃ配信の準備とかして、で本当に何もやってない状況でサバイバルやっていきたいと思います。ワールド名どうしようか。日本語打てるんでしたっけ。ニクワールドでいいや。よし、いやクラフトにしとくか。ニククラフトでいきます。難易度はハードで、あとはいじんなくていいかな。よっしゃ、ワールド新規作成。いや PC 版初めてというか、マウスでやるのがゲーム自体初めてなので、ちょっと操作が慣れないんですよね。どこだ。おお、普通のところに出ましたね。あれ反応しない。ん、あれ動けない。あれチャットかな。あれ、え、あれ反応しない。誰か、え、これどうすんの。戻りました。なんかキーボードが反応しなかったんですけど、再起したら治りましたね。あ、ちょっと時間進んじゃった。でマイクラ歴はかれこれどれくらいだろう、10年ぐらい下手したらやってんのかなってくらいですね。あ、ジャンプ、自動ジャンプ、これ切りたいですね。どこで切るんだろう、これかな。あ、あったあったあった。よし、けどまあマイクラ、そうですね、エイペックスで言ったらマイクラ歴はダイヤぐらいけど、建築センスとかはないんで、建築センスはゴールドタイぐらいですかね。なんか建築あんまり得意じゃないんですよね。とりあえず木切って石取って、あ、なるべく平地に行きたいですね。村とか見つけられたら楽なんですけど。 F5? あ、 F5 か。あ、初期スキンだ。あ、こんにちは。ニクと申します。スキン変えたいですね。なんか次までに作っときます。あ、洞窟じゃなかった。あっちなんか平原っぽいですね。でマイクラはなんかダッシュできてんのかな。全然進まなくて申し訳ないです。できてるよね。あ、できてるっぽいですね。マイクラはずっと PS4 とかスマホでやってて、なんで PC は初めて。これなんか水中で、ああできたできた。なんかダッシュの仕方がいまいちわからない。なんか遅い気がするな。気のせいかな。あ、やばい、息が。え、どうやって、ああ、え、これ酸素が吸えてなかったですね。てかあっち山あるし、どこ行ったらいいんだろう。イカだ。あっちとかいいっすね。左クリックが破壊か、で右クリックで設置とかかな。豚いますね。あ、羊、うん、どうしよう、羊飼っとくか。ちょっと遅っ。ちょっと早く泳ぎたいな。あー、行かないでー、行かないでー、羊毛ください。あ、そっか、 PC 版はこのゲージがあるのか。あ、すごい、このゲージってなんか動画とかで見てた時はただの棒かと思ったんですけど、ちゃんと剣みたいになってるんですね。剣のマークになってる。そんなこと言ってると日が暮れちゃうんで、さっさとベッド作りましょう。村ないかな。マイクラは結構クリエイティブもまあやりますけど、サバイバルやることの方が多いですね。で結局なんだろう、一つのワールドに固執することなく他のワールドにどんどん住み替えてって、なんかちょっと飽きちゃうんですよねマイクラ。やり始めはすっごい面白いんですけど。馬がいますね。ここ何もないな。ちょ、 F5、 あー、ちゃんと走れてるか。え、難易度ハードなんでお腹ゼロになったら終わりですね。難易度ハードまずかったかな。でもノーマルだとガチとかないんで、ね、ちょっと簡単ですよねノーマルは。
ああ、ここら辺に、そうですね、拠点作りましょうか。違う、ベッドだ。何を言ってるんだ。拠点なんか作ってる場合じゃないっすね。うん。サバイバル系のゲーム、すごい好きで、ラフト。船じゃないか、イカダを使って海を漂流するゲームとか、あとザ・フォレストとかも買ったんで、そういうサバイバル系のゲームどんどん実況していきたいですね。でお腹空きすぎちゃって走れなくなっちゃった。牛狩る、でも生肉だからな。なんで羊いないんだ。こうしとこ。あ、こんにちは、肉です。あ、こんにちは、見てる。ごめん。あ、待って、あ村だやったー、これでいけ。ちょっとお腹すいた、ご飯ください。え、あ、そうなんだ。マウスのこの、なんていうんですか、カーソルじゃないな、くるくるするやつこうやってやると持ち物変えられるんですね。数字かと思ってた。こうやって1,2,3,4,5,6 の、へー、知らなかった。あ、結構大きい。こんにちは、こんにちは、ニクと申します。ペットください。ん、どうやってやったっけ。こうか。この人たち無職ですかね。あー、ごめんごめん殴っちゃった。え、何この家。最新、今バージョン、おー、やった、バージョン 1.17 でやってるんですけど、どうやってチスト閉じんのえ、これどうやって、あ、 E ボタンか。 OKOKOK、 E ボタンね。で、確か Q ボタンで、あー、アイテム捨てられる。 OKOKOK 慣れてなさすぎる。何の話だっけやばい、忘れちゃった。何の話してましたっけ。これどうやってまとめ、あー、なるほど、ダブルクリックで、あ、で右クリックで分けれると。なるほど。え、本当に何の話してたっけまあいいや、とりあえずリンゴ食べて頭回転させましょう。よし、あれ食えてない、うめえ。夜もしくはライブ、あー、あれだ、バージョンの話してましたねバージョン 1.17 最新アップデートやってるんですけど、 1.17 あんまり知らないんですよね。ウーパールーパーがギリギリ知ってる。え、大丈夫で、洞窟アップデートはあんまりわかんないっす。洞窟、ん、何でしたっけ、鉱石アップデート、なんか銅鉱石掘ったりはしましたけど、あんまり詳しくはわかんないっす。かわいそうに。村人多すぎじゃないですかこれ何人いるんだこの村。でここ集まりすぎだろ。村の中心なんですかね。まだ農民しかいませんね。いやー、操作が慣れない。あー、アイアンゴーレム、これもしかしたら怒られるかな。大丈夫かな。こんにちは。大丈夫そうですね。これなんか全部、チェストの中身全部を一気に移動させる方法とかありましたよね。どう言ってんだろう。こうかな。全然違うな。まあ、シフトでこう、チェストからインベントリに移動させるのは知ってるんですけど、まあ、後で調べときます。夜早くね。なんかもう暗い。実績も全部解除していきたいですね。なんか PS4 のトロフィーとかすごい多かった気がするんですけど。いっぱいあるのかな、実績も。ここら辺、まあ村人来ないし、ここら辺に、ここら辺を拠点にしますかね。家作るのとかはセンスないんですけど、結構好きなんで積極的に作っていきたいですね。で、こうして木のツールはツルハシしか作らない派の人間です皆さんどうですか。なんか最初から斧とか作ったりする人もいますけど、僕はツルハシしか作りません。で、丸石、とりあえず木いっぱい集めたいですね。ここら辺の木全部買っちゃいましょうか。上から見た方がいいかな。
よいしょ。こうですね。ここら辺の木、ま、とりあえず切っていきましょう。ちょっとやりたいことあるんで。じゃあ木切ってきます。いきます。いきますよ。せーの。ポン。ドーン。見てください。昼間のうちっすよ。これ、あれですかね。一回も寝てないで、全部整地できました。で、なんでかっていうと、さっきまあちらっと寝た時に見えたかもしれないんですけど、実はモッドを3つほど入れてて、今使ったのはカットオールかなっていうモッドを入れてて、例えば木の幹をこういう斧で切ると、見ててくださいね、ほら全部刈り取れちゃうんですよ、根元から根こそぎ。なんで整地とかこういう資材集めはめちゃくちゃ楽です。もう一回やってみましょう。こんな感じです。もう木の葉っぱも全部取れるので、で苗木もちゃんと落ちます。これありがたいですね。ほらいっぱい取れてる。あとは入れてるもったマインオール、カットオール、ディグオールです。ディグオールはこういうシャベルで、まあ一緒ですね。え、何今のジャンプしてなかった。え、ヤギいるの？びっくりした。ホラゲーやめろ。え、ヤギめっちゃジャンプしてませんでした？してませんでした、さっき。お、めっちゃ目いってるわ。え、なんかヤギかわいい。なんかちっちゃくないですか？毛ふっさふさ。よ、リンゴ食うか。ほら。え、いった。なんでおかしいでしょ。結構食らいましたね。敵？何？中立モブなのか？いやーちょっと怖いな。近寄らんとこ。そうだ、あれだ。ディゴールの説明をしてなかった。多分、あ、え？シャベル？うん。多分ですけど、シャベルでここら辺掘ると、あー、間違えた。あー、そうですね。一気に刈り取れますね。これ、刈り取りすぎですね。どんだけ取れちゃってんだ。なんで、整地とかは楽です。あと多分、ツルハシで、石とか掘ると、あれ？石は掘れないみたいですね。登録してないからかな。まあでも、このオール系のモッドはすごい便利なんで、おすすめです。よし。まあ、ゲームプレイに結構影響を及ぼすようなモッドはやめたいと思ってたんで、まあ、こういう便利系モッドは、まあ入れてもいいかなって。まああと普通に軽量化モッド入ってます。そんだけですね。まあもしなんかいいモッド、便利系のモッドでいいのがあったらコメントまでお願いします。まあとりあえず今日は拠点立ててかなって感じですね。拠点立てるまでやりたいですね。ここか。松明がないな。石炭系も一気に刈り取れます。確かマインオールかな。おやすみなさい。この3つですね。コンフィグリロード。例えばここ掘ったら全部刈り取れちゃうのかな。あー、そうなっちゃうんすね。まディグオールは あとこれボタン1つで切り替えできるんで、この状態だと、あれ？切り替えできてないし。これマインオールか。操作設定で多分切り替えができるんですよ。一番下かな。あった。マインオール、ディグオール、G ですね、ディグオールは。なんで、ディグオール、オフ。この状態で掘れば、そうですね、一個ずつ掘れます。こういう使い分けができるんで、オールモッドは本当に便利です。で、これどうすんだ？掘っちゃったぞ。これはまあ埋め立ててもいいんだけど。まあ一旦放置で。まあ一旦家作るまでカットですかね。カットか、早送りか。未来の自分に託します。では、家が完成したので発表したいと思います。でん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 でーん。
もう多くの木材だけで作っちゃいましたね。どうですか？いや、自分では結構いいのできたと思うんですけど、いやもう建築センスはこれぐらいが限界ですね。一周ぐるっと見て、なんか巨大建築になりがちなんですよね。結構窓少ないな。まあ中はこんな感じですね。そこそこのスペース、まあ最初はこれぐらいでいいかなと思って作りました。まあ壁を白樺にしようと思ったんですけど、それ忘れてて、じゃあ床白樺にすればいいやって思ったら、それも忘れましたね。結局全部多くの家になりました。で、操作が慣れてなくて、何分やったの？ 1 時間ぐらいかかったかな、この家建てるのに。結構時間使っちゃいましたね。はい、今日は拠点建てて村見つけたぐらいですけど、この辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバーイ。